身長ビヨン医師医学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日も精神症に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日撮影させていただいたのは9月の1日になるんですけど、本当にですね、まあたくさんの皆さんのですねご支援のおかげで開院して1ヶ月を迎えることができました。ありがとうございます。本当に多くの方のご支援があってこそのですね開業、そしてですねまあ1ヶ月の経過でありますので、改めてですね皆様に感謝申し上げたいと思います。あとはですね無料最終身長測の方ですね、そちらの方もですねたくさんのご応募いただき誠にありがとうございます。で本当に今回もすごく多くの方にご応募いただいて、期限内のものに関してと全て返事をさせていただきました。今回ですねもし期限に間に合わなかった方に関して言うと、またね1ヶ月に1回のペースでやっていきますので、諦めずですねしばしお待ちください。それで今日ですねお話しさせていただくのは、コミュニティ YouTube のですねコミュニティの方で質問の募集をしているんですけども、そちらの方ですねいただいた質問に答えていきたいと思います。カリカリチキンさんからね、以前のスタンフォード式の動画で成長ホルモンが最初の数時間のうちに機械の睡眠の分泌量のほとんどが分泌されるということでしたが、そうなると理論上4時間睡眠の人と8時間睡眠の人は身長の伸びはあまり変わらないこととなります。ですが先行研究を見てみると、やはり睡眠時間が長いほど成長すると記されています。これはどういうことなんでしょうか。先生なりの、お意見を、聞きたいです。よろしくお願いします。ということですけども、本当にね、まあいい質問だなというふうに思うんですけども、結論から言うと、4時間の人と8時間の人だと、当然なんですけど、8時間睡眠の方が身長の伸びはいいと思います。で、スタンフォード式睡眠の方ではなくて、もう一個、適正な睡眠時間ってことですね。そちらの方で、ナショナルスリープファンデーションっていうね、国際睡眠財団と呼ばれるようなところの適正睡眠時間の表ですね。まあこんな感じで出してるんですけども、まあこれね、見ていただいたらわかる通りなんですけども、大体ですけども、1歳か2歳だと11から14時間、3歳から5歳だと10から13時間、6から13歳だと9から11時間、14から17歳だと8から10時間っていうのは、いわゆる適正睡眠時間、推奨睡眠時間になってまいります。ですのでやっぱりねそれぐらいしっかり寝た方がいいよということになります。ただ、まあ、今ですねご質問いただいた内容からすると、成長ホルモンは最初はね4時間で出るわけだから、そんなにいっぱい寝る必要ないんじゃないかという質問なんですけど、まさにですね、まあ、成長ホルモンだけをピックアップし、さらにそういったですね、まあ、理論値だけは貯めればそういったね表現もできるんですけど、当然そんなことはなくて、成長ホルモンはこちらの表もねご用意しましょうね。これですね、はい、最初の方にグーッと上がって、その後ですね、まあ、落ちていって、その後ほとんどなだらかになってしまうというようなことを言えるので、まあ、確かに、まあ、成長ホルモンだけを見れば4時間でいいのかもしれないんですけど、もちろんね睡眠っていうのは成長ホルモンだけで決まるわけじゃなくて、単純に体力回復の目的だったりだとかですね、まあ、成長ホルモンの他にも体力回復、あとはまあ成長ホルモンなどを介して体の組成をこう同化させる、まあ、何か作る作用とかもね、そういったのがあると思います。そういったのが複雑に絡み合って成り立っているようなものですので、やっぱりですね、まあ、4時間だけでいいってことはないと思います。回答になりましたでしょうかね。今後もですねこんな感じでどんどんね質問に関して答えていきたいと思いますので、ぜひね質問の方お待ちしております。思ったよりもうちょっと、はい、いけそうなのでもう一個ぐらい答えちゃおうかな。身長伸ばすために牛乳か豆乳どちらがいいと思われですか。カッチェンティップロバーターさんですね。このね質問に関して言うと、すごく難しい質問です。これは YouTube ライブとかでも結構ね何度かお話しさせていただいている内容になるんですけども、まずは牛乳に関して言うと身長が伸びるっていう説と伸びないっていう説が両方あります。ただし論文ベースで私の方で紹介させていただいているデータを見ると、牛乳で身長が伸びるというふうに言えると思います。ただし一方で牛乳っていうのは乳糖不耐症の場合は下痢を引き起こしたりすると、その際の食事の栄養が吸収されないので、その点が注意が必要ということと、あとは日本人っていうのは乳糖不耐症の方が多いですので、そういったのを本当に注意しなくてはいけないというのが牛乳のチェックポイントになっております。で豆乳に関して言うと、牛乳と同じようにしてある意味タンパク質っていう部分がねプラスに働く部分もちろんねあると思うんですけど、注意すべきっていうのはイソフラボに関してどういうような立場をね取るかっていうところになってきます。で豆乳はですねイソフラボ、まあ、いわゆる女性類似ホルモン物質みたいなのが含まれるため、まあ、いわゆるですねその女性、まあ、アンチエイジングの目的なんかでも勧められたりとかするわけですね。
で、まあ、その女性ホルモンっていうのは骨端子は閉じる働きがありますので、女性ホルモン自体を考えれば身長をどっちかというとマイナスの方に、ね、伸ばさないように働くわけですね。女性ホルモンは身長を伸ばさない働きが端的に言うとそういうような表現ができる。まあ当然ですけど、男性と女性の平均身長はどの国を見ても男性の方が基本的に身長が高いというのは女性ホルモンですね、大きく関係しているというふうにも言われています。で、ただし一方で豆乳っていうのはあくまで女性ホルモンが含まれているわけではなくて、女性ホルモン類似物質が含まれているわけで、そうなってくるとその豆乳を飲むことによって女性ホルモンの分泌、自分の体の中の分泌が抑えられて逆に身長が伸びるっていうような説を唱える方もいらっしゃいます。ということで、この質問は本当に難しい。なので、まあ、現時点で言えることとしては、牛乳は乳糖不耐症がなければ身長は伸ばす作用がある。一方で豆乳に関して言うと、まだいろいろな諸説があって、例えばですね、まあ、こういった時に結構私がですね、そのボディービルダーさんとかは体が敏感に反応しますので、ボディービルダーさんの意見を、ね、参考にしたりもするんですけど、例えば山岸選手ですね、アメリカのボディービルダーさんで山岸選手という方いらっしゃるんですけど、山岸選手なんかは豆乳は問題ないというふうにおっしゃっていて、女性ホルモン類似物質であって女性ホルモンを高めるわけではないので問題ないというふうに言っています。ですので、そういう考え方は身長を伸ばす上においても当てはめることができるので、そういった豆乳は全く問題ないという意見もあると思うんですけど、一方で単純にやっぱりですね、女性ホルモンと同じような働きをするということを考えると、私個人的にはですね、今のところは進めることはしてないです。ただし止めることもしてないですので、例えばですけど、どうか行った時にたまたま手に取った時に目の前のものをわざわざ飲まないっていう風にすることは必要ないと思うんですけども、あえて大量に豆乳を買うとか、身長伸ばすために豆乳を大量に買うとかっていうのはあまり良くないかなというふうに思っています。で、ここはさらにですね、注意しなくちゃいけないのは、例えばなんですけど、これすごく難しいことを話すんですけど、例えば15歳の男の子を100人集めてきて50人を豆乳を飲ませる分と飲ませない分と50人50人で分けた時に、1年後にどっちの方が身長伸びてるかっていうと、まあ、どちらの理論にせよ豆乳を飲んだ君の方が身長は伸びるんですね。こう面白いと思うんですけど、どういうことかっていうと、女性ホルモンっていうのは身長をぐんと伸ばす作用はあるわけです。で、それと同時にぐんと骨端子閉じる作用がある。つまりその15歳で例えば投与を開始したら、ずっとその1年間だけ切り取れば豆乳を飲んだ分の方が絶対身長が高くなるんですね。ただし最終身長、その子たちは15歳、16歳、17歳、18歳、19、20、21、22っていうふうに、その最終に追っていくとどういうふうな結果になるかっていうのはまた全然別の話になってきますので、そういったような研究があった場合は注意が必要になってきますね。かなり難しい話かなと思うんですけど、まあね、ちょっと伝わるといいかなと思うんですけど、逆に言うとね、すごく面白い部分でもあるかなと思います。さて、参考になりましたでしょうか。今後も身長に関することを配信していきたいと思います。質問が、ね、ある方に関して言うと、下の、ね、コメント欄の方にぜひたくさん書いてください。その他、ね、ちょっと面白いなと思ったことに関して言うと、ぜひピックアップさせていただきたいと思います。それではバイバーイ。身長ビヨーン。